からのリハーサルがありましたので、いよいよだなとお待ちいただいていると思います。桐生八木節まつりのステージをただいまよりお送りいたします。ステージを盛り上げてくださる桐生八木節連絡協議会とキャンペーンスタッフの皆さんからのメッセージをご紹介します。皆さんこんにちは。私たちは群馬県桐生市から参りました。この後披露させていただく桐生八木節は桐生の伝統芸能であり、例年8月の第1金曜日から日曜日に開催される桐生八木節祭りは群馬県を代表するお祭りです。お囃子を担当するのは桐生八木節連絡協議会に加盟している会員およそ450名の中から名人ばかりを選びました。踊りは桐生市が認定する桐生八木節キャンペーンスタッフの皆さんです。桐生八木節をどうぞお楽しみください。それでは桐生八木節連絡協議会とキャンペーンスタッフの皆さん、よろしくお願いいたします。礼。煙がなびく。
を泣くか青葉が栗に山をとと遂げず筋花咲く峠に立てば半島平野は緑の中を銀の帯く音願わよ続く名所も数々あるが半島名台の中は秋田市と音に聞こえた国定忠治Thank you.
主事の古文の中で四天王とは彼らのことよ。後に続いたあまたな古文、古文小型は持ったといえど、人にゃの先は自然観の。
子だと願書を抱えて坂で払ってお茶屋を出れば伊達な鉢に負けみんなそれぞれに命知らずもうじ虫なるとWhoa!
桐生焼き節連絡協議会の皆さん、そしてキャンペーンスタッフの皆さん、ありがとうございました。今一度大きな拍手をお送りください。非常に陽気な気分になりましたね。桐生市からお祭りの気持ちを届けていただきました。また祭りに行ってみたくなりました。The dance you saw was 桐生焼節 It's a traditional dance of 桐生市 Gunma Prefecture in Japan。 桐生焼節祭りをご披露いただいた皆さんには夕方5時からもう一度演舞をこちらのステージで披露していただく予定です。お祭りステージお次は4時からですね、東京高円寺阿波踊りをお届けいたします。 On this stage we performance the 阿波踊り The most famous 盆踊り from 4 o'clock横浜赤レンガ倉庫イベント広場ではふるさと祭り in 横浜赤レンガを開催しています。気持ちいい風吹いてきましたね。なんとか雨も持っていて非常に嬉しいです。このまま夜まで行きたいところです。こちらのお祭りステージだけではなく日本各地のグルメを味わえるキッチンカー、こちらは夜9時までの予定です。そして射的輪投げスーパーボールすくいができる縁日屋台、こちらも夜9時まで開催する予定ですので、ぜひこのまま横浜赤レンガでお祭り気分を味わっていただけたらと思います。 So please continue to enjoy the festival. Thank you.